1980年代後半にジャパンアズナンバーワンとまで言われた日本に、なんでそんなわずか数年で1990年以降失われた30年を経験することになったのか。白坂慎太郎の経済ニュースの本質。白坂慎太郎です。今回は日本のバブルを崩壊させた戦犯はというテーマでやっていきたいと思います。はい、結論は政府ということで、特に日銀と旧大蔵省であったというのが今回の結論になります。はい、ぜひ最後までご視聴ください。よろしくお願いいたします。はい、ではまず最初にということで、ちょっと復習から入れたいと思います。はい、経済は需要と供給だけで決まると。だから政府は市場に一切で介入するな、これがもう原理原則ということですね。はい、だから、消費市場とか、株式市場とか不動産市場とか、いろんなですね、消費者と生産者の取引の場っていうのがありますと。消費市場っていうのは説明するまでもないですけど、スーパーとかコンビニとか家電量販店とかですね。で、株式市場っていうのは株を売りたい人と買いたい人の取引の場、不動産市場っていうのは不動産を売りたい人と買いたい人の取引の場ということですよね。いずれの市場においたとしても、経済は需要と供給だけで決まると。だから政府は市場に一切で介入するなと。これが原理原則だということですね。はい、その上でバブル経済というのを学んでいきたいと思うんですけど、はい、バブル経済っていうのは、期間で言えば1986年から1990年ということで、約5年間ですね。この5年間のことを、バブル経済というふうに呼んでいますということですね。で、バブルっていうのは、日常生活に直結している消費市場ではですね、例えばお米だとかパンだとか野菜だとか果物だとかですね、そういったもの、もしくは服を、売ったり買ったりとかですね、そういうアパレルとか、そういう、生活に密着している消費市場では起きてなかったということです。はい、この1986年から90年の5年間というのは物価はほとんど上がってないということですよね。消費者が商品を買う消費者物価指数というのはほとんど上がってないということです。一番上がった年で 5% 上がったということですけど、この時の 5% というのは全然大したことがなかったということですね。なんでかっていうと、例えば郵便貯金とかで普通にですね、定期で年 6% 複利で金利がついて出た時代ということですよね。だからお金の勉強なんかただの1秒もしてなかったとしても、ただ郵便局の定期預金をしているだけで、1年間で 6% ずつ複利で金利がついてお金が増えてたという時代でしたので、だからこの年この頃の年 5% の物価上昇なんて、はっきり言って全く何も起きてないのと同じぐらいだったということです。だからまずは生活に直結している消費市場では結局バブルなんか全く起きてなかったということですね。で、あくまで起きていたっていうのは株式市場と不動産市場だけということになります。だから株を売りたい人買いたい人の取引の場、株式市場、そして不動産を売りたい買いたいという不動産市場だけでバブルっていうのは起きていたということですね。はい、つまり経済活動の自由の範囲内で株を売買したい人たちが株を売買し、不動産を売買したい人たちだけが、不動産を売買していただけということで、本当は誰も困ってなかったということですよね。だから生活に一番密着している、衣食住っていうところでは何の問題もなかった。つまりバブルなんかそもそも起きてなかったということですよね。だからあとは株を売りたい買いたいという株式市場、そして不動産を売りたい買いたいという、不動産市場だけで実際価格上昇っていうのが起きていたので、本人たちは株売りたい買いたい、不動産売りたい買いたいって、これはもう本人たちがやりたいからやってる経済活動の自由っていうことですよね。だから本当は誰も困ってなかったということです。はい、なお株っていうのは企業の所有権ですということですよね。だから株に価値がありますかっていうのは、それは言い方を変えたら企業に価値がありますかっていうことですよね。だから株に価値があるっていうのは企業に価値があるということです。で、逆に言い方をすれば企業に価値があるから株に価値があるわけですよね。だから株は企業の所有権ですと。でも不動産っていうのはもう実体物ですからね、土地っていうそのものですよね。だから例えば日本の土地に価値がありますかっていうんだったら、当然不動産にも価値があるっていうのは当たり前のことだということです。要するにバブルが起きていた株、そして不動産っていうのは両方とも価値の裏付けがしっかりありますということですよね。で、株っていうのは企業っていうのが価値を担保してますし、不動産はもちろん土地っていうのが価値を担保しているということで、価値の裏付けがないものを売買してるわけじゃなくて、価値の裏付けがあるものを売買していたということです。
ですよね。はい、しかも時はまさにジャパンアズナンバーワンということで、はい、1989年ですけれども、この表っていうのはですね、まあ、世界上位を日本企業が独占していたということですよね。まあ、例えば世界時価総額ランキング1位は日本の NTT、 2位は日本工業銀行、3位は住友銀行、4位は富士銀行、5位は第一勧業銀行ですね。で、7位が三菱銀行、9位が東京電力、11位がトヨタ自動車、13位が、ね、三和銀行、14位が野村証券、15位が新日本製鉄、17位が日立製作所、18位が松下電機、20位が東芝、21位が関西電力、22位が日本長期信用銀行、23位が東海銀行、24位が三井銀行、26位が日産自動車、27位が三菱重工業、そして30位が三菱信託銀行だったということですね。だからもう本当にね、世界時価総額ランキング上位っていうのを日本企業が独占していましたと、まさにジャパンアズナンバーワンの時代ということですよね。はい、これはなんでかって言ったら、まずね、日本の勤勉な労働者っていう人的な資源、そして世界一位ですね、品質の高いですね、メイドインジャパンという商品ものですね、そして世界一の金融網ですよね。だから日本国民が結局勤勉に働いて自分の所得っていうのを銀行に預けて、銀行が企業に貸し出しをし融資をしていくと、それを日本全国のね、ありとあらゆるところの銀行というのが行うことができていたということですよね。で、この勤勉な労働者、そして世界一の品質の商品、そして世界一の金融網というのが、結局このジャパンアズナンバーワンっていうのを作り、そして世界時価総額ランキング上位を独占していたということです。であれば、企業の所有権である株価が上がるっていうことも、企業が開発する不動産価格が上がると。企業はですね、不動産投資っていうのを2種類でやってたということですよね。1種類は本業っていうのでやってたということです。要するに例えば製造業がですね、土地建物機械設備っていうのに対して結局投資をするということで、不動産投資っていうのをやってた。これは本業関係ということですね。で、もう一つは、いわゆるこう本業以外の副業的なところっていうことがありますけれども、その不動産開発ですよね。例えば、九州だったらゴルフ場であるとか、もしくは沖縄とかだったらリゾートホテルだとか、もしくは東北だったらスキー場とか、そういうね、例えば、リゾートホテルだとかゴルフ場だとか、もしくはスキー場だとか、そういうこうね、いわゆる保養地リゾート開発みたいなものっていうのを結局やるっていうことで、不動産価格っていうのが上がっていったということですよね。だから結局バブル期にですね、企業がですね、例えばリクルートならリクルートとかが、例えば東北とかに、どんどんスキー場っていうのを開発していって、それで東北地方っていうのははっきり言ったらですよ、全然観光客が来なかった、地域だったわけですけど、例えばリクルートならリクルートが不動産開発を一生懸命することによって、結局東北地方にもね、要するにスキーの観光客が来るようになったとか、そういうね、いろんな用途ですよね。本業の土地建物機械設備の設備投資っていう意味だったり、もしくはリゾート地の開発だったり、そういったことで、企業がね、はっきり言ったら銀行から積極的に融資を受けて、そして不動産開発をしていたということですよね。だから当然ね、土地の価値が上がってるわけですよ。単なる山、単なる森林だったのがホテルになったりゴルフ場になったりスキー場になっていったりしていたわけですから、だから価値が上がってるわけですから、当然不動産価格が上がるっていうのも全然不合理ではなかったということですよね。何にもね、価値が高まってないのに価格がどんどん上がっていったわけではなくて、価値が上がっていってたわけですよ。だから企業はいい商品いいサービスを提供して、世界中の人たちから喜ばれて、メイドインジャパンは品質が高いということで喜ばれて、企業価値が上がって株価が上がってたわけですよね。で、不動産に関しても、今までだったら荒れ地だったり、森林だったりしているところに、例えば工場が作られたり、リゾート地が作られたりして、価値が上がってたわけですから。だから不動産価格が上がるっていうのも全然不合理ではなかったということですね。はい。ところが、取引参加者の誰も困っていなかったにもかかわらず、メディア経由で連日株価上昇とか不動産価格上昇っていうのが伝えられたことによって、取引に参加していなかった人たちの、嫉妬心っていうのを煽ってしまったということですよね。だから株価がどんどん上がるってことになると、株式投資をやってる人たちの利益っていうのがどんどん増えていったわけですよね。で、そして不動産価格っていうのが上がっていけばいくだけ、不動産取引とか不動産投資に参加してた人たちの含み益っていうのがどんどん増えていったわけですよね。それをメディア経由で聞いた人たちですよね。要するに株も買ってないし不動産も買ってなかった人たちの嫉妬心っていうのを煽って
ってしまったということです。はい。で、まあ、株の売買というね、まるでこう濡れ手に泡のような、まあ、手段で、儲けるのはけしからんということでですね、まあ、日本っていうのはね、お金っていうのは汗水垂らして働いて、ね、それでね、稼ぐものだっていう、まあ、そういう考え方、固定観念っていうのが一つあって、ね、株を売ったり買ったりするだけで利益を出すっていうのはあんまりね、その日本人の、ね、考え方の、まあ、常識ではなかったわけですよね。だから、まあ、株の売買という、まあ、濡れ手に泡のようなね、そのなんか手段で、まあ、儲けるっていうのはけしからんみたいな、まあ、そういう風潮っていうのが、まあ、出てきたりしたということですよね。まあ、それはまあ幻想だということです。まあ、実際は株式投資って何なのかっていうのが全然分かってない人たちの、まあね、単なる固定観念っていうことです。うん、実際株式売却ですよね。じゃあなんで企業は株を売るんですかって言った時に、株式売却っていうのは企業にとって成長を続けるための資金調達の手段なんですよね。だから企業っていうのは、まあ、例えば銀行から借り入れをして資金を調達したり、もっと大きな金額を借りたい、もしくは調達したいってなったら、もう株式市場からですね、投資家から資金を調達するということをやるわけですよね。うん、例えば、まあ、日本で言えば、まあね、ファーストリテイリング、ユニクロとかっていうのもどんどん日本全国にですね、店舗を展開していくって言った時に、ね、やっぱ銀行の借り入れだけでは、まあ、やっぱりね、限界があると。日本全国にね、本当にユニクロっていうお店を出すと言った時にね、やっぱり銀行から借りられるお金っていうのはね、やっぱり何億とか、ね、何千億とかって億っていう単位だったりするわけですけれども、で株式市場だったら一桁変わって兆っていうお金を例えば調達することができる可能性が出てくるわけですよね。まあ、そうやってやっぱり企業っていうのはよりね、成長っていうのを目指す時に、やっぱり時期によってはより大きな金額の資金調達っていうのを必要とする時があるわけです。そうした時に、まあ、銀行よりも、まあ、銀行からの借り入れよりももっと大きな資金を調達しようといった時に、もう投資家から直接お金を調達するということで、まあ、株っていうのを、まあ、売るわけですよね。だから、まあ、株式売却っていうのは企業にとって成長を続けるための資金調達の手段であり、企業価値を高める手段なわけです。それを応援したいっていう投資家が結局資金を出して応援するっていうのが株式投資ということになるわけですよね。でもし株式投資で、まあ、例えば利益を出すのがねけしからんということであれば、株式投資の否定っていうことになりますけど、それっていうのはすなわち企業の持続的な成長の否定であり、企業価値がどんどん高まっていくことの否定ということですよね。だから日本企業の価値が高まっていくっていうのは良くないって言ってるのと一緒っていうことになるわけですよね。だからちゃんとやっぱりこう株式市場には株式市場の売り手と買い手の論理というのがあって、ね、株を売るってことはそれだけ資金を調達して、その預かね投資家から入れてもらったお金でさらなる企業の成長っていうのを目指すということですよね。逆にお金を出すっていう、株を買うっていう側は、もっと成長してほしいということで、まあ、資金で応援するということになるわけですから、まあ、ちゃんとね、株式市場っていうのはそれはそれで社会として必要とされているから、まあ、そういう売買の取引である市場っていうのが存在しているということです。まあ、そういったことが、まあ、当時のね、はっきり言ったら、まあ、一人一人の庶民の人たちは、まあ、そこまで、まあ、お金とか、経済に対しての、まあね、理解っていうのが、まあ、追いついてなかったということですね。はい。でもう一つは、土地の価格が上がりすぎたら、まあ、夢のマイホームが建てられなくなってしまうということで、まあ、当時っていうのはね、まあ、例えば庶民の夢っていうことで、まあ、マイカーとかマイホームとか、っていうのがあったりしたわけで、それでまあメディア経由でどんどんね、まあ、毎日のように連日のように土地の価格がどんどん上がってますみたいな、まあ、そういうね、報道っていうのを聞いたら、ね、そのままずっと価格が上がり続けたったら私たち庶民の、ね、夢であるマイホームっていうのが建てられなくなってしまうと、まあ、そういうね、まあ、幻想を見た人たちも結構いたということですよね。で、これもまた幻想ということになります。はい。実際は、土地の値段ですよね。地価の急騰っていうのは、まあ、東京圏とか大阪圏だけで起きてたんですね。で、東京と大阪って、はっきり言って面積が狭いんですよ。東京も面積が狭いし、大阪も面積が狭いわけですよ。だから、東京の土地とか大阪の土地っていうのは、ある意味こう狭いから希少価値が高いんですね。なので、価格がすっごい急上昇しやすいわけですよ。これ、日本全国47都道府県の土地の価格が急上昇してたわけでは全くなくて、東京とか大阪とか、ね、面積の割に人口がすごく多い、まあ、いわゆる人口密度がすごい高い地域に限定して
い地下っていうのは急騰してたんですね。うん、で、まあ、地方の価格急騰っていうのはそもそも起きてもいなかったということです。しかもですよ、しかもマイホームっていうことに関して言うならば、当時は歴史上で最も融資が受けやすい、ね、環境だったので、まあ、マイホームはむしろ建てやすかったということですよね。はい、だから、まあ、いざマイホーム建てたいっていうことであれば、まあね、どの銀行も喜んでお金を貸してくれるようなそういう時代だったので、だからマイホームは全然建てられたということです。そもそも、ね、地方は土地の値段上がってなかったし、ね、銀行はもう喜んで、ね、もしマイホーム建てたいっていうんだったらお金を貸してくれるような、まあ、そういう経済環境下だったので、だから実際マイホームは全然建てることができたわけです。うん、だからそういったところで、まあ、幻想を見てしまっていたということです。はい、にもかかわらず、まあ、メディアが世論を煽ってしまい、そして世論のですね、まあ求めに応じて、まあ、政府っていうのが動いてしまったということですね。はい、で、まあ、売買取引の当事者の誰も困ってなかったと、ね、株を売る人買う人、不動産を売る人買う人、当事者は全く誰も困ってなかったのに、ね、政府が株式市場とか不動産市場に、まあ、本気で介入をしてしまったということですよね。だからこれが、まあ、経済の原理原則に反したわけですよ。経済っていうのは、ね、市場の、ね、需要と供給だけで決まると。だから政府は市場に介入しない、これが原理原則であるにもかかわらず、政府が株式市場に介入し、不動産市場に介入してしまったわけですね。だからおかしくなったということです。はい、で、まあ、具体的にはっていうことなんですけど、まず日銀が株式市場に対して介入します。そして旧大蔵省が不動産市場に介入すると、まあ、こういったことをやってしまったということですね。はい、でまず日銀なんですけれども、まあ、株式市場に対して介入したということですね。で、まあ、日銀はですね、まあ、1989年5月から90年8月の1年3ヶ月間でなんと5回も金利の引き上げっていうのをやってます。1年3ヶ月の間で5回も金利を引き上げてるということをやってるんですね。で、結果的にはその日銀が銀行に対しての金利ですよね、まあ当時は公定歩合というふうに呼んでましたけど、日銀が銀行に対してお金を融資するときの金利、公定歩合っていうのを 2.5% から 6% まで引き上げたということをしたということですね。はい、まあ、ちなみになんで、じゃあね、その金利の引き上げと株価の下落っていうのが関係あるのかっていうことなんですけど、基本的にお金を預けるって言ったときに、銀行に預けるのか、それとも証券口座に預けるのかっていう預け先が、まあ、2つあるというふうに考えていただいたときに、ね、自分の大事なお金があります。銀行に預ける、それ預金ですよね。で、証券口座に預ける、これ株式っていうことになるわけです。じゃあ自分の大事なお金どっちの方に預けるかって言った時に、ね、銀行の金利が上がるってことになると、ね、銀行の預金の魅力が上がるんですね。うん、だから銀行ってやっぱりリスクが小さいわけですよ。まあ、ゼロではないですけど、ほぼゼロですよね。その銀行が、まあね、はっきり言ったら倒産しない限りは基本的にはリスクはないわけで、しかも今だったらね、まあ、ペイオフっていうことで、まあね、預金1000万円までだったら、まあ、はっきり言ったら保険がついてるということになるので、だから預金っていうのは、まあ、数学上ゼロではないけどほぼゼロの、まあ、リスクということになるわけですよね。にもかかわらず金利が上がっていくっていうことになると、まあ、リスクほぼゼロなのに実際はお金が増えるっていうことになるわけですよね。だから金利が上がると、まあ、預金の魅力が上がるわけです。ってことは当然自分の大事なお金をじゃあ銀行に預けるか証券口座に預けるかって言った時に、金利が上がると銀行の預金の魅力が上がるので、相対的に株式の魅力が下がっちゃうわけですね。で、そうしたときに、まあ、日銀は1年3ヶ月で、ね、5回も金利を引き上げて 2.5% を、まあ、6% まで上げてるわけですから、だからそれだけ、まあ、銀行預金の魅力っていうのがガンと上がっちゃったんですね。まあ、逆の言い方をしたら株式投資の、まあ、証券口座にお金を預けるっていう、まあ、そういう魅力がものすごく下がってしまったということです。はい、で、まあ、日銀の5回もの金利引き上げの結果ということで、まず株式市場の方が先にバブル崩壊をしますということですね。だから株式市場のピークっていうのは1989年の12月でしたということですね。1989年の12月がピークで、で90年の1月から株価が下がっていくということが起きたということです。はい、そしてその後に、まあ、日銀は慌ててですよね、まあ、再び金利をもうどんどん下げていきます。で、1年3ヶ月で5回も上げときながら、ね、それで株価がどんどん、ね、下がっていったのを見て、で慌てて金利をどんどん下げていったんですけども、それは遅いということなんですよね。もう時すでに遅しということで、後の祭りっていうのはまさにこのことということになります。はい、結局、まあ、日本の上場企業の時価総額っていうのは、まあ、611兆からですね、まあ、2003年3月の時点では232
32兆まで下がり、この期間で、まあ、結局日本の時価総額っていうのは379兆円吹き飛んでしまったということになります。はい、そして、まあ、今度は旧大蔵省から、不動産市場に対しての介入ということになりますけれども、はい、旧大蔵省は90年ですね、まあ、銀行に対して本当こともあろうに総量規制っていうのを出してしまうということです。はい、要するに各銀行の不動産に対する融資の自由というのを制限してしまったということですよね。基本的に銀行って、まあ、民間企業じゃないですか、ね、どんな企業も ね、だから銀行って民間企業なわけですよ。で、民間企業が、まあ、自分たちの、ね、信用に基づいてお金をどのように貸すかっていうのは基本的に経済活動の自由であるはずですよね。にもかかわらずその経済活動の自由、民間企業が持っている経済活動の自由に対して、ね、結局もしお金を貸すときに不動産に対してはね、これだけしかお金を貸すなということで、その不動産に対するお金の貸し出しの総量というのを規制してしまったわけですよ。だから各銀行の不動産に対する融資の自由というのを、ね、制限してしまったということですよね。はい、で、まあ、不動産というのは基本的にはまあ金額が金額なのでやっぱ大きいですよね。不動産というのは、ね、金額がだから基本的に現金一括で買うということはまあ、ないわけですよ。まあ、ほぼゼロに近いぐらいないわけですよね。その不動産というのを、ね、例えば各企業が現金一括で買いますということは基本はないわけです。だからほぼ、まあ、不動産を買うイコール、まあ、銀行から融資を受けた上で不動産っていうのを買うということですよね。はい、にもかかわらず、まあ、企業が今までのようには不動産に対して銀行から融資を受けられなくなってだということですよね。だから今までだったら、まあ、当然総量規制なんてないわけですよ。だって銀行って民間企業なので民間企業が自分たちの、ね、信用に基づいてどのようにお金を貸すかっていうのははっきり言ったらね、経済活動の自由なわけですから。だから銀行が貸しますって言ったら、ああ借りれるんだっていうことで企業は銀行からお金を借りてそれを不動産に回してたということをやってたわけですけど、いざ大蔵省がそこに対して介入して銀行にここまでしか、ね、不動産に対してお金貸すなというふうに、まあ、規制が入ったわけですから、いきなり企業からしたらお金借りれなくなったわけですよね。ってなったら、まあ、当然不動産への需要ですよね。では不動産って現金一括で買うものじゃないので、融資が前提で融資をもとに不動産っていうのを買うわけですから、じゃあ融資っていうのを今までみたいに自由に受けられなくなったということであれば、当然不動産への需要っていうのが急減するのは、まあ、これは当たり前だということですよね。はい、まあ、結果、まあ、旧大蔵省の総量規制によってあえなくもう本当に物の一瞬でバブルは崩壊したということです。だから、まあ、最初に株式市場の方で先にですね、まあ、90年の頭に崩壊して、そしてその1年後、91年に今度は不動産の方のバブルが崩壊して、これで完全に日本はバブルが崩壊したということになったということです。はい、でその後ですね、まあ、旧大蔵省は大慌てで翌91年には総量規制を解除しています。90年に総量規制出しといて翌91年には総量規制解除してるんですよ。だから旧大蔵省が思ったよりもこの総量規制っていうのはね、その衝撃っていうかインパクトが大きすぎたんですね。だからもう次の年には解除してるんですけど、それこそ時すでに遅しと、もう後の祭りっていうのはもうこういう時のためにある日本語ということですよね。だからまあ結局日本の不動産の資産価値っていうのは、まあ2456兆円がですね、まあ、1228兆円ということで、もう半分吹き飛んだということですね。まさに1228兆円半分吹き飛んでしまったということになります。はい、つまりですね、まあ、結局株っていうのが、まあ、バブルから考えた時に379兆円吹き飛びましたと。で不動産に関しては1228兆円吹き飛びましたと。で日本の中の資産っていうのが結局バブルからバブル崩壊によって1607兆、約1600兆吹き飛んだということになります。はい、でもバブルも、ね、バブル崩壊も株式市場や不動産市場だけで起きたものでしょうと、ね、消費市場では起きてないんでしょうと。確かに起きてないんですよ、ね、起きてないんです。だから例えば、ね、日常の生活用品とかっていうのは全然、ね、起きてなかったんですね。だったら日本国民全体の生活にはほとんど影響がなかったんじゃないんですかというふうに思われるかもしれないんですけど、それは違うということです。実は大ありだったんですね。だから株式市場でバブルが崩壊しました、不動産市場でバブルが崩壊しました、結果不動産と株合わせて約1600兆という資産が、ね、結局吹き飛んでしまいましたと。これっていうのは実は日本全体、日本国民全員にものすごく大きな影響があったということです。はい、なぜかっていうと、まあね、単なる一時的な流行と本当の好景気っていう違いっていうのを理解しておく必要があります。単なる一時的な流行っていうのは
結局、ね、2000年代になってもうですね、結局繰り返し繰り返しあったんですよ。今は今年は何が流行ってるとか今年は何が流行ってるとかね、っていうのは毎年毎年のようにあったんですよ。だけど結局は失われた30年になったわけですよね。結局バブル崩壊以降日本経済って全く成長しないでもうずっと横ばいっていうのが続いたということになるわけですよね。その単なる一時的な流行っていうのは庶民から始まって庶民の間だけで終わるんですよ。だから半年とか1年とかで終わっちゃうんですね。すごく短いわけですよ。例えばタピオカブームとかって言ってね、なんかタピオカが流行ってますとかって言ってね、じゃあタピオカ流行ってるんだっていうことでね、いろんな企業がねタピオカっていうのに参入してもうすぐ終わるみたいなね、まあそういったものの繰り返しということです。それ単なる流行、単なるブームですよね。それも本当に半年1年とかですぐ終わっちゃうというものになるわけです。で、本当の好景気って何なんですかって言ったら、本当の好景気っていうのは庶民初じゃないんですね。富裕層初なんですよ。富裕層から始まった時だけが初めて本当の好景気になるんですね。ってなった時に、じゃあ本当の好景気って何なんですかって言ったら、まずは富裕層の資産価値が上昇しますということです。例えば富裕層が持ってる株価が上昇して、ね、株式資産が上昇するとか、もしくは富裕層が持ってる不動産の価値が上がって不動産価値が上昇しますと、まずこれが前提にあるんですよ。そうすると富裕層は、ね、自分が持ってる株とか土地の、ね、資産の価値が上がると高額商品の消費を増やすんです。これどういう感じかっていうと、ちょっとイメージしやすいようにですね、ちょっと例えを入れるとですね、例えばですよ、例えばじゃあ、ね、22歳の、ね、大学4年生がですよ、22歳の大学4年生がもう就職決まりましたと。就職決まって、まあ、来年の、まあ、23歳からはもうね社会人として働きますというふうに、まあ、決まったとしますよね。就職が決まったとしますよね。でそうすると、ね、まだ、ね、就職してないわけですよ。まだ就職してない、就職は決まったんだけど就職はしてないわけですよ。まだ大学生のまんま、なんだけど、ね、もう就職決まったということで、もうね、その就職決まった後の給料っていうのを頭に入れるじゃないですか。頭に想定として入れますよね。あ、自分は来年の4月からね、なんとかっていう会社に就職して、それで毎月のお給料っていうのをいくらもらってみたいな感じで、将来の給料っていうのを頭で想定しますよね。だから大学生4年生の間から消費を増やすわけですよ。だったらなんかね、かっこいいですね、ビシッと決まるスーツを持っとった方がいいかなとかね、ちょっとね、しっかりと社会人らしい時計をね買った方がいいかなとか、靴を買った方がいいかなっていう風に、まだ実際はですよ、実際は給料をもらってないのに給料がもらうことがほぼ確定していると、結局消費を増やすっていうことをしますよね。でこれは富裕層も全く一緒なんですよ。富裕層も全く一緒で、資産の価値が上がりましたと、例えば株価が上がりましたとか不動産価格が上がりましたってなるとね、そしたらまだ現金化してないんですけど、株を売却するとか不動産売却するっていう形で現金化してないんですけど、価値が上がったということで、株価が上がったとか不動産が上がったっていうことで消費を増やすんですね。なんでかっていうと、いざってなったらね、その上がった分の株とか上がった分の土地の一部を売ればいいっていうふうに考えるわけですよ、富裕層っていうのがね、だから実際は株が上がっただけで現金は増えてないんですよ、株を売却してないから。で、不動産価格が上がってるんだけど実際不動産売却してないんで現金は増えてないんですね。現金は増えてないんですけど、実際は、ね、株価が上がった、じゃあ株上がった株の一部を売れば現金は増えるとかっていうふうに考えるわけです。で不動産価格が上がったっていうんだったら、じゃあその一部っていうのをね、例えば転売すれば、ね、結局まあ現金は増えるっていうふうに、まあ、富裕層も考えるわけです。まだ就職してないのに、まだ就職してないのに、まだ給料入ってないんだけど、もう給料が入ることが前提で消費を増やすっていうのの似たような感じで、富裕層も資産価値が上がると、もうね、その資産の売却っていうのを前提にして消費を増やすっていうことをやるんですね。これをまあ資産効果っていうふうに言ってます。だから資産価値が上がると消費が増えるっていう資産効果っていうのが起きるんですね。でそうすると富裕層の高額商品の消費っていうのが増えます。だから具体的にはね、例えばルイ・ヴィトンだとか、エルメスだとか、グッチだとか、シャネルだとかのね、例えば服だとか、バッグだとかっていうのを、まあ、例えば奥さんだとか、まあ、いろんな人にね、こう買うということを始めていくわけですよ。だからこれでバブルっていうので、すごい景気が良かったわけですよね。だから当時の、まあね、女子大生だったり、もしくはね、本当に新人のね、女性 OL の人たちが、ものすごく華やかな生活をすることができたのは、結局富裕層の人たちの資産価値が上がっていったことによって、富裕層がどん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 高額商品っていうものをまあ消費するようになったからっていうことになるわけです。はい、だからまあ富裕層がね本当に高級なね、
服だとかバッグだとか時計だとか、そういったものをどん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 こう買い出すということをするわけです。で、当然高額商品っていうのは利益率が高いですから、ね、当然ね、高額商品っていうのは利益率が高いんで、だから高額商品を売ってる販売店の利益っていうのがすごく上がるわけですよね。だから服一着1000円のものと服一着100万円のものだったら、当然服一着100万円のものが売れれば、それはお店はめちゃくちゃ利益率が高くて儲かるわけですよ。で、そうすると、高額商品を売ってた、例えばそれが例えばルイ・ヴィトンなのかシャネルなのかグッチなのかエルメスなのかともかくとして、そういうお店で働いている人たちの店員の人たちは当然所得が上がります。給料が増えるということになります。そしたらその給料が増えた店員さんたちがまた今度はね、お買い物っていうのを増やすということになるわけですよね。高価格帯だとか中価格帯の商品を増やしますと。そしたら今度はね、それを買ってもらった中価格帯のお店の人たちの利益っていうのが増えるということになるわけですね。で、そうすると中価格帯の販売店員の人たちの、所得給料というのが増えるんで、そしたらその店員さんたちが今度は中価格帯とか低価格帯っていうのをまた買うわけです。で、そしたらそれが、たくさん売れたっていうことで低価格帯店の販売店の利益が上昇して、そしてその人たちの給料も上がってみたいな感じで、好景気っていうのが何年っていうふうにこう続いていくわけです。だから川の上流中流下流みたいな感じで流れていくって感じなんですね。だから富裕層からどん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 お金がどん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 こうね、循環していくっていうか流れていくっていう感じなんです。そうするとそのね、半年とか1年とかのなんかね、流行とかブームじゃなくて、何年っていう形の本格的な好景気っていうのが、これで作られていくということです。その川の流れがもし上流からっていうんだったら、結局本当の好景気っていうのは富裕層からいつも作られるということなんですね。逆に富裕層が高価格帯を買ってないっていうことであれば、それはね、好景気じゃないわけですよ。単なる庶民の間で一時的に流行った、半年1年流行ったっていう流行ブームで終わってしまうということです。だから本当の好景気はいつも、ね、富裕層から始まり、富裕層が動いてるか動いてないってかっていうのが本当の好景気なのか、それとも単なる一過性のブームなのかっていうのの一番の違いだということなんですね。はい。で、一方ですね、経済っていうのは低価格商品だけですよね。だから高価格帯売れてない、中価格帯売れてない、低価格商品だけがどれだけ売れたとしても、決して景気は良くならないんですね。はい。理由は簡単で、低価格商品の販売っていうのは利益が出ないんで、そこで働いてる人たちの所得が増えないわけですよ。だから100円の商品売ったとしても、ね、はっきり言って利益ってもうほとんど出ないわけですよね。だから利益が出ないってことは、その企業、その会社に携わってる株主だろうが、社長だろうが、従業員だろうが、誰も儲かってないわけですから。ってことは当然ね、そこで5年働こうが、10年働こうが、20年働こうが、全然利益が増えない。つまり、所得給料も増えないということになるわけです。はい。ちなみに、自動車会社ですよね。はい。っていうのは、例えばトヨタっていうのが一番有名ですけれども。トヨタのですね、この動画を撮ってる現時点での時価総額っていうのは約33兆円ですと。やっぱり自動車っていうのは1台ね、100万、200万、300万、高い車だったら1000万近く、っていうのが実際、販売価格ですから。だからやっぱり自動車って販売価格高いですよね。ってなると、日本で一番時価総額が高いのはやっぱり自動車会社のトヨタであり、この現時点での、ですね、動画を撮ってる現時点での時価総額っていうのは約33兆円ですと。で、一方、100円ショップでも上場企業っていうのはあったりしますけれども、例えばセリアは1963億ということですね。100円ショップで一番時価総額が本当は大きいであるのはダイソーなんですけど、ダイソーは上場してないんで、ね、だからダイソーの株っていうのは買えないということですよね。だから実質2番がセリアということになりますけど、セリアが1963億ですね。で、3位のキャンドゥは371億ですけど、これはもうイオンに買収してもらって、ね、イオンの子会社になって371億ということですね。で、ワッツに関してはもう96億ということで、これぐらい販売している商品によって、時価総額っていうのは変わってしまうということです。はい。で、所得が増えない状態で消費を回し続けたとしても、全体のパイが全然大きくならないということですよね。だから、そのね、結局お金をね、ぐる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 回してる人たちは誰も所得が増えてないわけですよ。誰も所得が増えてない状態でひたすら消費を回し続けたとしても、そこでぐるぐる循環してるお金っていうのが全く大きくならないんで、単なるお金の右から左への移動にしかならないということですよね。それだと好景気にならないわけですよ。本当にこうね、お金の経済面での経済
済成長っていうのは起きないわけですよね。経済成長が起きるってことはどういうことかっていうと、やっぱり利益が増えて、ね、例えば企業とか会社の利益が増えて、そしてそこで働いてるみんなが幸せになって、例えば株主が幸せになって、社長が幸せになって、従業員が幸せになって、従業員の給料が増えて、給料が増えてるから、その増えてる給料も含めて消費をしていくっていうことで、どん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 経済成長していくわけですよね。それはまあ、循環してるお金の全体のパイ自体が大きくなってるから、みんな幸せになるわけですよ。でも、低価格帯のものですよね。例えば100円のものを売ったとしても、ね、その100円のもの、原材料もある、ね、それこそ土地、建物、機械設備、家賃とか電気、ガス、水道代もある、人件費もかかってる、配送代もかかってる。じゃあ、100円のものをね、売って一体いくら利益が出るんですかって言ったら、ほとんど出ないわけですよね。ほとんど出ないってことは、当然そこで働いてる人たちは誰も幸せになれないわけですよ。何年、5年、10年、20年ずっと働いても全然給料増えないわけですから。で、給料増えない人たちだけでお金を回したとしても、全然ね、その回ってるお金の総量自体が増えないわけですから、だからそれはもう単なるお金の移動にしかならないですよね。だから、本当の好景気っていうのは、まあ、結局この30年起きなかったということです。はい。だから本当の好景気っていうのは、まあ、富裕層の資産価値がまず上昇する、これがもう大前提なんです。だからまずは富裕層が、ね、持ってる株価が上がりました、ね、富裕層が持ってる不動産価値が上がりました、ね、それで不動産、ね、富裕層がすごい気分良くなって、あーみたいなね、株価が上がったとか土地が上がったということで、よしみたいな感じで、ね、じゃあね、高級店に行って買い物しようみたいな感じ で高い商品ですよね。服とかバッグだとか時計だとか靴だとか、ね、もうそれこそ化粧品だとか、まあ、そういったものをどん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 買い出すことによって、で初めてですね、富裕層による高額商品の消費が増加して本当の好景気っていうのは始まるということです。だからね、繰り返しになるんですけど、好景気なのかそれとも一過性のブームなのかっていうのは、富裕層から始まってるか、それとも単なる庶民の間だけで回ってるかっていうだけっていうことなんです。その違いっていうのを見れば、あ、これは本当の好景気なのか、単なる半年1年の一過性のブームなのかっていうのが分かってくるということです。で、この、まあ、2000年バブル崩壊の1990年以降の30年では、本当の好景気なんてただの1回も起きてないということです。はい。しかし、まあ、バブル崩壊で、まあ、その富裕層の資産っていうのが、まあ、1600兆も吹き飛んだということですよね。だからもうね、富裕層はもう軒並み損してるわけですよ。当然富裕層は高額商品の消費を減らします。当たり前ですよね。うん、それはもう当然だということです。だからバブル崩壊以降の30年間で、庶民から始まり庶民で終わる短期的一時的な流行ブームっていうのは起きたとしても、富裕層初の本当の好景気っていうのは一度も起こらなかったということですね。で、まあ、経済の大原則ということで、経済は需要と供給だけで決まると。だから政府は市場に一切で介入するなと、ね、経済の主役っていうのは消費者と生産者なんだと。消費者による需要と生産者による供給、これが経済の主役なんです。政府っていうのは主役じゃないんですね。脇役なんですよ、簡単に言えば。だから政府は市場に一切で介入するな、もうこれが原理原則ということになります。にもかかわらず、まあ、原則を無視して株式市場、そして不動産市場に政府は介入した挙句、日本の資産を結局合計1600兆も吹き飛ばしたということですね。で、まあ、失われた21世紀30年っていうのを、まあ、決定づけてしまったということになるわけです。結局富裕層の資産っていうのが吹き飛びましたと。資産が減ったんで、ね、富裕層は高額商品の消費を減らしましたと。で、富裕層が持ってるお金っていうのが動かないですから、だから本当の好景気っていうのは一度も起こらず、30年間ずっとね、結局全体のパイが大きくならないなきゃで、庶民がね、自分たちが持ってるお金をただただぐる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 右から左に回し続けてしまったということです。はい。って言った時に、まあね、まあ結局1600兆を吹き飛ばして、そして富裕層の資産を減らし、で、富裕層の消費を減らし、で、本当の好景気っていうのを起こさせなくしてしまった政府、日銀、旧大蔵省の罪っていうのは、もうこれはあまりに重いということですね。もう重すぎるということです。はい。しかも、まあ政府っていうのは、まあ市場、特に企業の失敗っていうのは、まあ教科書を通じて、毎年毎年で子供たちに教え続けているのに、政府自身の失敗っていうのは子供たちに全然教えないんですね。
ね。うん、だから例えばね、中学生とか高校生が持っている社会科の教科書に、まあ、市場の失敗っていうのが出てきます。はい、市場、消費者と生産者の取引っていうのは失敗しますと。だから政府の役割は重要になっているということで、まあ、市場の失敗っていうのは実際数字で見ると、まあ、GDP 国内総生産で約 1% というふうに、まあ、推計されてるんですね。だから毎年毎年年5兆円ぐらいは、まあ、結局人間と人間ですよね、消費者という人間と生産者という人間が取引すると大体5兆円ぐらい、まあ、GDP の1% ぐらいは結局失敗しているということです。これは事実としてありますと。でもこれをもし教えるって言うんだったら、じゃあ一方政府の失敗ですよね。はい、日銀の金利の引き上げ、そして、ね、1年3ヶ月で5回金利引き上げてますからね。そして旧大蔵省の総量規制ですよね。民間銀行である、ね、銀行が、ね、経済活動の自由でお金を貸すっていうのに対して、ここまでしか不動産にはお金を貸すなっていうふうに、まあね、規制しちゃったわけですよね。まあ、結局その2つっていうのははっきり言って失敗っていうのは、まあ、日銀と旧大蔵省のその後の対応を見れば一目瞭然ですよね。日銀はその後金利をどんどん逆に引き下げているわけですよ。で、旧大蔵省に至っては総量規制っていうのをもう1年後には解除しているわけですから、もうはっきり言って日銀と旧大蔵省は両方とも自分たちの政策っていうのは失敗してるっていうのをその後の行動でも示してしまっているわけですよね。で、まあ、日本の資産っていうのを1600兆円吹き飛ばしましたということです。で、もし公教育というのであれば、まあ、市場の失敗だけでなく政府の失敗ですよね。まあ、すなわち日銀の金利引き上げとか旧大蔵省の総量規制2つも教科書に記載の上、1980年代後半にジャパンアズナンバーワンとまで言われた日本がですよ、1989年で世界時価総額ランキング上位30を日本企業は独占してたわけですよ。それぐらい日本は強かったわけですよね。それがほんの、ね、数年後ですよね。もう1990年とか91年ぐらいからどんどん、ね、株価が下がり、不動産価値、価格が下がり、ね、日本全体の総資産が減っていって、っていう風に、なんでそんなわずか数年で90年以降ですよね、1990年以降失われた30年を経験することになったのかっていうのも、しっかり子どもたちに教えるべきだという風に本当に考えています。はい、で、少なくてもですね、子どもたちが本当にどの、ね、小学校どの中学校でも一生懸命時間をかけてやっている縄文土器と弥生土器って何が違うのかみたいなね、そんなことよりも100万倍以上は大事で、しかも今後に役立つはずだということです。はい、ということで今回のテーマですね、まあ、バブルを、崩壊させた先般は、何だったかということで、もうそれは政府であるということですよね。だから消費者と生産者で決まる、需要と供給で決まる経済に対して介入してしまって、もうね、取り返しがつかない、ね、本当に致命的な、間違い、過ちというのをやってしまっているということです。はい、ということで今回の動画ですね、まあ、何らかあなたのお役に立ったということであれば、高評価、チャンネル登録、そしてですね、あなた自身の学びを深めるためのコメントをですね、もうぜひ、書いていただきたいというふうに思っています。基本的に何かを学ぶって言った時に、先生と生徒だったら絶対先生の方が 100% 学んでるんですよ。先生は目の前の人にね、分かりやすく教えよう、伝えようということで一生懸命ね、やっぱりこう自分自身の学びってどんどん教えるっていう行動を通じて深め続けてるんですね。一方生徒は基本的に受け身なんで、例えば YouTube だったらね、まあ、見たとか聞いたとかっていう受け身なんですよね。受け身は学ばないんですよ。48時間2日で忘れます。全部忘れます。この動画の内容なんて2日後48時間後には全く何にも残ってないんですね。綺麗さっぱり忘れてるんですよ。それだとこの時間をでもですね、この動画の視聴に投資していただいたあなたの時間が全部無駄になってしまうんで、もったいないんですよね。だからせっかく時間を投資したっていうんだったら、学びを完結させると、インプットしたらアウトプットまでして初めてその学びを完結させるということです。で、学びを完結させると残るんです。あなたの中に記憶っていう形で残るんです。そしたらね、じゃあなんで今回であれば政府はね、間違ったのか、過ちを犯したのかね、なんでね、例えば日銀は間違ったのか、なんで旧大蔵省は間違ったのか、どういったことをしたことで間違ったのか、じゃあそれを自分たちの会社経営、企業経営、もしくは家計の管理に生かすとするならば、どういうふうに生かしていけばいいのかっていうことで、全然あなたのね、血肉として知識を活用することで、あなたの人生とかあなたのお金、経済状態を変えていくのに役立てていくことができるんですね。忘れたら何の意味もないわけですよ。忘れてし
しまったら何の意味もないわけで、やっぱり残してほしいんですね。ってなった時にインプットは学んでないんです。インプットしてアウトプットまでして初めて学びが完結なので、ぜひアウトプットをしていただきたいというふうに思っています。コメントをぜひ書いてくださいということで、じゃあどんなことを書けばいいのかっていうことなんですけど、まずはこの動画を見ての率直な感想ですよね。まあ素直にこういうふうに感じましたという感想だとか、もしくはこういったところが一番学びになりましたとか、もしくは今までの人生経験通じて、ね、こういったところに、ね、気づきました、こういったことがつながりましたとか、こういったところが新しい視点、新しい観点でしたというような気づきの共有だとか、もしくは例えば白坂は白坂なりに一生懸命あなたに分かりやすくね、理解していただきたいということで精一杯ね、分かりやすさっていうのを重視して、まあ、お伝えはしてるんですけど、とはいえここの部分が正直分かりにくかったんで、まあ、別の表現でもっとね、分かりやすく教えてもらえませんかみたいな、まあ、この動画内容に関する質問だとか、あとはですね、今回まあね、私はやっぱりこのね、YouTube っていうのを通じてあなたの実際のですよ、実際のお金の状態、経済状態っていうのをやっぱり良くしていっていただきたいと本当にね、痛切に思ってるんですよ。そのためにやってるわけです。ってなった時にまあね、ぜひやっていただきたいっていうことが今回はあります。それは何かっていうと、あなたの資産っていうものについてです。今回は富裕層の資産っていうことで、株とか不動産っていうのが一つの大きなテーマだったんですけど、じゃああなたの資産の状態ってどういう状態ですかと、ね、少なくともあなたはあなた自身が持ってる資産っていうのを正確に数字で、ね、把握してますかっていうことで、もし把握してないっていうことであれば、この動画を見たことを一つのいい、ね、きっかけとして、機会チャンスとして、ぜひあなたの資産っていうのをしっかりと、まあね、目に見える可視化していただきたい、ね、数字で把握していただきたいというふうに思ってます。はい、資産っていうのは売れば、ね、現金化できるものです。一言で言えばあなたが持っているもので、売れば、ね、需要が何らか存在していて、ね、その需要に基づいて現金化することができるものが資産ということになります。ってなった時に、じゃあ例えば資産ってどんなものがありますかって言ったら、まあ一番代表的なのは現預金ですね。これはもちろん資産です。ね、それはまあ普通預金もそうですし、定期預金ももちろん資産です。うん、これも資産の一番代表的な資産です。だから現預金をたくさん持ってるってことは、すなわちそれは資産をたくさん持ってるっていうことであります。ただ、でその現預金だけじゃないわけですよ。現預金っていうのは、まあ例えばこの動画を撮ってる時点では、ね、例えばそれは何銀行に預けていようが、はっきり言って増えないお金ですよね。全然増えないはずなわけですよ。うん、それは100万預けようが、1000万預けようが、1億預けようが、10億預けようが、ね、10年後もほとんどお金は増えてないわけですよ。少なくともこの動画を撮ってる時点では。では、じゃあ、その現預金以外のまず資産って持ってますかと。持ってるっていうんだったら何をいくらぐらい持ってますかということですよね。ってなった時に、じゃあ現預金以外の資産ってどんなものがありますかって言ったら、例えば今回出てきたのは株っていうことですよね。株式っていうのは間違いなく資産なわけです。なんでかって言ったら、その株式を売ることで現預金にすることができるからということですよね。で不動産っていうのも、ね、特に土地ですよね。建物の方は毎年毎年価値がずっと下がり続けてしまうので、ね、やがて、まあ、長年持ってる建物っていうのは、まあ、はっきり言ったら資産価値はゼロということで、まあね、値段がつかないということが起きますけど、土地に関しては少なくてもゼロってことはないわけですよ。もし売るってことができれば、ね、その土地っていうのは、まあ、現預金っていう形でね、まあ、土地を売却することで現預金っていうのを、まあね、得るっていうことができますよね。でなったら、まあ、例えば不動産は当然、不動産特に土地は、当然資産ということになります。まあ、例えばあとはまあね、国債だとか、まあ、国の借金証明書である国債だとか、もしくは例えば地方公共団体だとか、もしくは会社が発行している、ね、公債だとか社債だとかですよね。まあ、あとは例えば、まあ、電子上とはいえ、まあ、暗号資産だとかね、暗号資産も今持ってます。でもその暗号資産を売れば現金ができますっていうんだったら暗号資産も資産ですよね。もしくは例えば現物資産で、例えば金を持ってるとかプラチナを持ってるとかね、そういったものも資産ということになりますよね。まあ、そういうね、なんかそのね、売ったり買ったりっていう市場が存在していて、その売ったり買ったりっていう市場でいざ売却すれば、ね、例えば株式市場で株を売却するとか、不動産市場で不動産を売却するとか、暗号資産取引市場で暗号資産を売却するとか、金プラチナを、ね、例えば売却するとか、ね、もしくは債券市場で債券を売却するとか、まあ、投資信託とかも資産ですよね。まあ、そういうその他の資産ということです。だから現預金も資産ですと。でその他の株とか不動産とか投資信託とか債券
券とか金とかプラチナも資産ですと、ね、でそれを全部、まあ、あなたがもしね総資産という形でしっかりと、ね、数字で把握しているというのであれば、その現預金と現預金以外の資産っていうのはどれ比率はどれぐらいですかと、何対何ですかとっていうのを今回はぜひやっていただきたいというふうに思っています。例えば現預金は2000万ですと、その他の資産は1000万ですということであれば、2000万対1000万なので2対1ということになるわけですよね。あなたの総資産の3分の2は現預金で、3分の1はその他の資産ということになるわけです。それが2対1ということになりますよね。でこれをぜひやっていただきたいというふうに思っています。お金っていうのはどこまでいっても数字なので、だからお金の状態を変える、経済状態を変えるっていうのはやっぱり数字に強くなっていくってことなんですよね。だから数字に強くなればなるだけお金の状態、経済状態っていうのは 100% 改善していくことができるので、だから、まあ、例えば現預金は2000万ですと、その他株不動産、ね、とか、ね、その他暗号資産、債券、投資信託、そういったのを全部合わせて1000万ですということであれば、まあ、2000万と1000万なんで2対1っていうので、自分は資産を今持ってるみたいな、そういうこうね数字をしっかりと把握するっていうね、ことを、まあ、今回の動画をきっかけにして、いい機会チャンスにして、ぜひやっていただきたいというふうに思っています。はい、ということで、あなたのとても貴重な時間にて動画を最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。